バイオハザード RE4 続きをやっていきます。じゃあ友達行ってくると。で、なんか声するな。すでに声がする。ん？ここって、ああ何もないか。こっち行けるのか。ん？あ、いける。セーブが入ったと。ちょっと一旦ね、一旦停止して。あ、いるな。いるな。バレた？バレてないよね。嘘だろ？なんでバレんの？ん？バレてないよね。てか、どこにいる？上にいそうなのは分かったけど。いや、バレてはないのか。どこにいる？あ、ポインコがいる、ポインコがいる。ちょっと待って、ポインコ、ここは狙えないか。どこにいるかが、あ、これで見ればいいのか。わかんないな。バレたな。こっち行けば一旦収まるよね。立つとバレるんだな。ちょっと見たい。どこにいる？どこにいて誰にバレそう？音楽がさ、あー、わかった。一人見つけた。あそこにも、あそこにいるの見つけた。あー、で、もう一人。あそこにもいるんだな。あれ、そうだよね。あれ違う？人じゃないあれ。いや、人だよ。あ、上にいる。あそこにいる。帽子を吹っ飛ばした。あ、静まった。あと少しだ。アシュリー、待ってろよ。違う、ポインコいない？あ、違う、ポインコじゃない。ちょ。は、あ。あーダメダメ、爆発する。気持ち悪い。はい、気持ち悪い。そうか、また擬態してんのか、どっかで。擬態してるやつらに注意か。とりあえずこのさ、この装置をさ、やっていかなきゃダメだよね。え、これどういう感じになってるの？どうだ。あ、痛い。こっちってただつながってる。あ、なんで、何、どこにいる。あ、どこにいる。見つかったみたいな。ん、何やってる。なんか勝手になんかやってない。ちょっと俺の知らないところでやんないほしい。あー、そういう感じね。あー、俺も食らうのかそれ。あ、うわー、ちょっと待って。これは？よし。爆発するよ！気持ち悪いから。一旦ね。人もいるんだよな。騒いでる。なんか、あ、ブラックバス！何？そんな大騒ぎちゃって、何？どこ？あ、なんか今、ちょっと。あそこか。はあ。あ、どこだ。わかんないな。どこだ。
あそこか。うるさいな。俺は危ない。あいつじゃないのか、ロケランぶっ放してんの。どこだ、どこのドイツだ。あ、いた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 いライフル大事だからね。これらをさ、これらはさ、やっといた方がいいよね。それか残しといた方がいいのかな、逆に。いや、やった方が、いや、やる人、あー、危な。危な。危な。埋まってて危な。一応こうやって行けはするのか。行けはするけど。よし。一応罠解除。これさ、罠解除しといた方がいいか？しない方が、敵がこれに引っかかるみたいな。残しとくか。擬態、擬態ずる、ずる擬態。大鶴擬態。やば、大鶴擬態だ。わかんなかった。うまくない？ちょっと擬態の仕方うまくなってんだけど。このクモチョウチョウ参道でももうすぐだね、アシュリーのとこまで。ちょ、擬態、ちょっとゆっくり擬態してるやつがまだいるんじゃないかって思う。どこ、あ、擬態してるどこの騒ぎじゃなかった、擬態してるどこの詐欺じゃなかった。これさ、こいつらをさ、こっちにおびき寄せてさ、おびき寄せてさ、この、これに引っ掛けようよ。こっち来い。ほら、こっち来い。ほら、こっちだぞ。こっち来い。うわ、ちゃんと避けてくる、こいつら。頭いい。頭良かった。思ったより頭良かった。ちょっと待って、頭が良かった。あー、これで、頭が良かった。そんな頭がいいとは。これさ、もう、これで、一旦こう。で、こう。どいて。こう。で、あの人たち。あ、こっちにいる。いた！俺のナイフは強いんだ。ナイフでやってやる。よし、よしよし。やばい、あいつやる気だ、やる気で。効かないんだよ、そんなもんは。お前強いな。お前ちょっと、よし、まだ来るな。これ残しといた意味ないな、センサー。全然みんな引っかかんないじゃん。うわ、こいつ嫌いだわ、こいつ嫌いだわ。よしよしよし、弾節約にはなったな。よし、ナイフ強い、ナイフが強い。あ、耐久はでも、そんな減ってないの、思ったより。シガンパウダーゲット。あとは、あ、ハンドガンの弾あるぞ。どっかに。うん、大事。今これ、だいぶ節約できたんじゃない？ああ、いい具合。ショットガンのと。よし。で、こんなとこまで来ちゃったけど、
これちゃんと避けるんだな。知能高いぞ。あ、あれあるな。あれって壊せるってことだよね。だから壊せないの？壊せないのか。またあの移動させてのやつか。じゃあ、あちこちなんかある。あ、こっちなんかあるって。ここ来た、いたとこか。ちょっと待って、なんかまだいそう。擬態の人が。擬態のプロいそうだ。あ、弾ありがたい。すごい。すごいありがたいです。嬉しいです。嬉しいですよ。本当にそれはね。アライフルの弾もあるし。あとは？あとはないけど。開くんだ、ここ別に。こっちはもうない。もうない。よし、行こう。で、あれをどうするかだよね。とりあえず、あ、こっち登るのか、さっき。あははは、どこどこ、どこバレた？どこバレた？どこバレた？あ、いたいたいた。ちょ、上すぎん？ドン。この爆発に巻き込まれてもちょっとくる。ああ、まだいた。ちょっと待って待って。いや、生き返っちゃった。生き返っちゃった。よし。やばい、サブマンの弾なくなったって。この人たちすごい宝石をくれるな。宝石をはめるものがないんだ、でも。よし、じゃあ上行こう。何とかにしないとなくなっちゃった。んで、あー、上にもこれがあると。で、っていうことはこっちから来るのか。あ、これこっちは行けなさそうじゃない？こっちは。あ、行けるんだ、行けるんだ。行けるんだで、ハーブ。緑色あったっけ？あ、いっぱいくれた。緑色のハーブが。あ、これ黄色？ん？違うな。黄色持ってんじゃん。黄色持ってんじゃんじゃん。これ黄色だよね。黄色だ。これにすればいい。うん、これにすればいい。OK。で、これちょっとこっちに。で、ブラックバス食うか。ちょっと減ったし。ブラックバスを食おう。うん。食って。OK。OK。で、こっちは、こっち乗り越えれない。乗り越えてもしょうがないか。乗り越えてもしょうがない。こっち。こっちか。こんなにズンズク行ったらやばいか？いるか？ステルスとはみたいな。ここってど、何につながってんの？こっち。うわーい！うわーい！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 痛い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 。お前は来る。ちょっと待って、ちょっと待って。それは聞いてない。それは聞いてない。間違えた。撃つとこ間違えた。え？全然死なないじゃん。あ、間に合わなかった。クソ。痛い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 。痛い痛いって。痛いって。ちょっと、立たしてくれ。一旦ね。一旦こうして、こうして、こうして、こい。こうなってもらって、あいつに当たってね、あいつに当たって、お前ちょっと邪魔にしてくれ。これを壊して、あ、撃ちすぎだ。オーバーキル、オーバーキルしちゃった。オーバーキル。はっ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 。この人裏取りしないと。どこにいる。
ずるい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 、痛い痛い、ビリ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 、ちょ待って、ちょ待って、あ、間違えた、ちょ待って、痛い痛い、痛くはない、ごめんごめん、まだ痛いっていうのは早かった、痛くないのに痛いって、ちょっと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 、ずるいって、今撃ったじゃん、今撃ったじゃん、ずるいって、それはずるいって、てかもっと弾、弾くれよ、お金じゃなくてさ、弾を、なんか動いた、まだ焦げちゃって、まあ焦げちゃって、また缶詰か、わあ、はあ、大変大変、もう何くれる、ガンパウダーいいね、でこれで切り替えよう、切り替えて、またこれ切り替えさ、あれじゃない、マサル君バカだなって思われるんでしょう、違うよって思われるんでしょう、みんなきっと、こっちがいけないのか、ここから飛び降りるか、飛び降りて、今どんな感じ、一応ねリロードは怠っちゃいけないからリロードはしといてな、よしよし、これでいくと、手榴弾使っちゃったな、で、これこっちに行けるけど、この先、果たして何が？ああ。これを、これってさ、変える意味ある？変えと、これ一旦変えるとどっち向きなの？ああ。こうしとけば後ろから来ないってことじゃない？いいんじゃないこれ。こうしたまま行けば後ろからのあれが来ない、あ、なんだここ、あ、もうこの先じゃん、この先にいるんじゃん、こういうとこになんかないの、ないんか、よし行くぞ、いるぞ、あ、開くね、なになに、アシュリーを探す、なんかお祈りしてる。ね、お祈りしてるおじさんが大事なものを抱えながらお祈りしてる。アシュリーを探す。ここにいるって。ちょっと待って、アシュリーって書いてあるし。ね。これでもさ、あれだよね。罠なんだよね、きっと。これ罠だよね。絶対罠だよね。こんなにさ、ただ、ただただ、あー、そこにいるな！こんなただただやらせてくれるわけがないもん。だって。こんなわけないよ。アシュリー！じゃあ、大きい声出さないで！ちょっと。大きい声出さないの！何やってんの？何やってんの？レオン。これ何、何、何これ、何これ、六代目フランシス、え、これ全部なんかあんの、ちょっと、あ、そんなことない、なんか銅像を見てとかいい、そんなことない、六代目フランシス、これは七代目ガレット、待って、こっちにもあった、もしかして、あ、これとか、これ違うか、今のとこだけ、六代目フランシス、七代目ガレット。だからなんだ。だからなんだよ。こっちもなんかある。十代目ジョセフ。これがあれか、宗教、この宗教の、今までの歴代の教祖たちってことか。こんな罠に決まってんじゃん、ねえ。我が子よ、な、何が狙いだ、この恩寵を分け与えたいだけだ、一人でも多くの者に、つつましい願いだろう、生体によって我々は皆一つになるのだ、
その肉も骨もそして思念もすでに今我々の一部だ。ふざけるな。なぜ安寧を拒む。恩寵を受け入れるだけでいい。そう、彼女のように。サドラ。今こそ時至れり。この子羊は我らと契約を交わした。彼に祝福を、そして彼らに深き憐れみを、皆に歓喜を。いざ告白かし。の研究室、アシュリー、しっかりするんだ。アシュリーてか、エイダが助けてくれたぞ。あのエイダが、ちょっと走れないのか、このまま。まあそうか、ルイスの研究室になんとかこれを止めるものがある。鍵を持ってるんだ。これなんだ。この先が第二研究室。はい、第二研究室まで行こう。いける？これ武器とかも無理だよね。このまま行くしかないもん、これ。え、これ避けてとか無理なんだけど、もう走れないし、この状態のままなんだけど。たどり着けるのか？え、なになになにこれ？幻覚じゃない？幻覚見えてきた。やばいやばいやばい。幻覚幻覚。レオン。幻覚だ、それは。アシュリー？レオン？あ、いや、あそこまで行ける？行けるのか？あ、幻覚。やばいやばいやばい。まぜまぜ、はよはよ、頑張れ頑張れ。ルイスの研究室まで急げ。ルイスの研究室は第二研究室になってる。第三じゃなくて第二か、第二なのか、いいのか。あ、いけたいけた。開かない、開けられる。あ、なんか使い棒、使い棒してる。まだ腹が浮か、子羊よ。頑張れ。あ、もう脳の中でちょっと、これ進むでいいんだよね。これ大丈夫？余計、あ、いけるのか、そのまま。ちょっと第二研究、うるさいうるさい、第二研究室まで行くんだ。うるさいうるさい。これ普通の道なんだけど、もう幻覚が見えちゃってんだ。やばいやばい、抗え抗え。レオン、あらがえ。いけるいける。ほんなら夢だ、夢夢。あ、嘘、ダメなの？遅かったってこと？え、あ、びっくりした。ゲームオーバーかと思った。走りたいけど走れないんだよ。いけいけ、光の誘う、光の誘う。え、すいません。あ、あ、これね、使おう。よし、ここはルイスの、じゃあ研究室だ。それを刺して総悪、その鍵を刺して総悪。来た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 。どこに、どうすればいいんだこれ。ベッドない？あそこか。救い出してみせる。そうだ、救ってやる。お前は、俺は決めたんだ、お前を一生守り抜くと。よし。あなたが先に。ダメだ、言っただろう、君を無事に返すって。あ、寄生虫が見える。よし、やるぞ。それでいける？え、痛そうだけど。あ、
そうだ、焼き殺すって言ってたね、そういえば放射線みたいに。エイダは？エイダが来てくれればなんとかなるんじゃない？この先、今んとこ。でもアシュリーは肌の色が最後良くなってたから、これで寄生虫を取り除けた、まあ、し殺す、焼き殺すことに成功したってことだよね。いや、ルイスが残してくれた最後の遺産で生きながらえた。ただレオンがを助けるためにはアシュリーは多分無理だよね。エイダが駆けつけてくれればなんとかなる。あー、どうなんだろう。じゃあちょっと、じゃあ今回ちょっと短くなっちゃったけど、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで俺を